放題始まりました。チャンネル。さあ、今回はスペシャルゲストとしてですね、はい、亀田先生においでいただきまして。どうも、お願いします。亀田です。まあ、お会いするのは2回目なんですけど、はい、亀田先生が、まあ、ヨゼミで、まあ、すごい人気で、いやいや、ものすごかった。僕、津田沼港だったんで、あ、はいはい。金曜でしたっけ来てらっしゃった。そうですね。金曜日で、亀田先生、はいはい、漆原先生、物理のですね、はいはい、漆原先生で、ゆきょう先生。あ、がいて、まあ、お二人がでかい教室取っちゃうんで、そうですね。だから、ゆきょう先生がちっちゃい教室になってて、うん、はい、いつも文句言ってました、ね。ぎゅうぎゅうで。いつもやつは僕に文句言ってますよ。あんたのせいだって言われて。あんなにもうぎゅうぎゅうなのに部屋がないんだっていうので、じゃもっとすごい人がいるんだっていうので、まあ、お二人のやつもすごい並んでて、外で、はい。僕はそのラッキーでゆきょう先生の授業、はい、その前の時間に和田淳先生の古文があったんで。和田淳さん懐かしいな。はい、和田淳先生の古文があったんで、はいはいはい、そこでもう座ってられたんで、僕はもうそのままゆきょう先生の授業に外出なくてよかったんで、僕は普通に座って見れてたんですけど、いい席で。けど和田淳さんとなんか一緒にライブやったことありますか？そうなんですか。そんなこと。音楽やって今でも実際で繋がってますけど、あとなんかこうギターで歌いますよ。そうなんですね、うん。まあ、あとは僕はもともと一番得意科目は科学だったので、実はそうおっしゃってましたね、はい、科学が一番面白いと思ってたので、嬉しいな、はい、そんな嬉しい話佐藤ちゃんから聞いたことないな。僕だって千葉大も受かってますからね。はい、ああ嬉しいな、はい。面白いですよね。はい。面白かったです、はい、一番やっぱり。はい、あ、そうです。うちの社員も今ね見学してますけど、亀田先生の教え子 で、どうしても会いたいって言ってたんで。まあ昔はでもね、本当に人が多かったから、本当に視聴者が多くて、はい、そこら中で生徒に会ってましたね。そうですよね。もうそこら中ですよ。だいたい歩けば生徒に当たるみたいな。はい、うん、しかも目立ちますから、ね、背が高いので。あ、それか。はい、いや、ゆきょう先生見えないから。見えないですよね。確かにあの人は見えにくいけど、はい、そうそう、僕は駅降りたら見えるとか言われてましたね。洋服のせいかもしれないね。もうそうですね、目立って、はい、新幹線でこうやって弁当食ってる時に先生って言われてサインくださいとかつってね、こんな唐揚げ食いながらサインしたりとか。でも嬉しいですよ、やっぱり。この間も札幌で食べてたら九州で受けてて、もう今おかげで製薬会社入ってみたいな。おー、へー、嬉しい話が。今の方々は知らないかもしれないですけど、やっぱり2つのとてつもない流行語っていうのがヨゼミは、ね、生み出したわけですからね。 それがやっぱりセッテンティーとハロゲンですから。ハロゲンね、ありましたね。この2つは昔の受験生とかは、はい、とてつもない流行語。ハロゲンって。ハロゲン。いやいやいや、マッド動画っていうんですよね。それが流行ったんですよね。そうですね。では上手に作ってますよね。あれはもう見て感動しましたね。本人が感動してたんですね。こんなにうまく作れるんだと思って。狂ってますよと、聞いて聞いてと、ハローゲンっていうのを投げて。あれね、いろんなものができてたみたいで、もう今も授業のネタになってるんだけど、クメンヒドロペロオキシドっていう、ね、はい、物質があって、ある日僕すごいバカにしてるんですよ、その物質の名前が、はい、英語の発音したら、はい、クメンハイドロパーオキサイドなのに、はい、それクメンヒドロペルオキシドって言ってる。ああ、なるほどなるほど。すんごいダサいでしょ。もう妖怪の名前みたいになってるから、最悪のこれ絶対便所の壁とか舐めてる妖怪ですよとかして、クメンヒドロペル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 オキシドでペペペペとかって言ってたら、それある日で、ね、ネットでこうやってクメンヒドロペルオキシドってカタカナで打ってみたら、なんとクメンヒドロペルオキシドパンツったら亀田和久ってのが出てきて、なんだこれやんって見たら動画に飛んで、クメンヒドロペルオキシドを俺がバカにしてる動画ができてましたね。今でもあるみたいですよ。
僕が作ってるわけじゃないんだけど、すごい、あれ作るの天才的な人いますね。そうですね、もうマット動画で、そんなマット動画って言うんですね。そうでした、はい、僕も見ててすごいなって思って、いや面白かったですね、面白かったですね、盛り上がりましたね、はい、はい、そうか、似ていないねとかね、ありましたねそうそう、いやいやいや、そうなんですよ、そんな、まあまあスーパースターなんです、いや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 、そんなもう僕からしたらですね、そんなスーパーでこのどうロゼミでこう上がってったのかとか、もともとどうなんですか、塾バイトとかやってたんですか。あ、塾バイトです、はい、だから塾バイトはもうやりまくって、もう理系だから一番数学の仕事があって、数学も学生の頃から教えて、で多科目を教えたくて、なるべく科学は減らしてたんですけど、あと、あ、そうなんですね。そうだから僕物理科学だったので生物を教えたくて、はいはいはい、で地学もできますって言って、で全部入ってる理科一っていうのが昔あって、はい、でそれもやりって、へえ、あ、そうか、はいはい、理科、そうだから無茶ぶりでもう4科目教えてるのが楽しくって、なるほど、もういい思い出ですよね、今のはね、だからもうそれで塾校は好きでしたね、うんうん、どうなんですか、塾名とか言えるんですか、やってたやってた塾名とかまあ幸男先生は言ってますけどあ、そうね、はい、いやでも一時期はね、いや、いろいろ言ってましたよ、ちっちゃな塾もいろいろ回ってたし、ちょっと異色で言うと、はい、東京アカデミーみたいなところもね、そこではなんか公務員用の授業もたまにやってくれとか言われて、そう、あと普通に看護の受験生の子もいるんで、生物ずっと教えて、だから生物もすっごいノート溶かして、そうですね、なんか科学が一番その物理にも生物にも精通してて、いろんなのがやりたい、呼び乗りさんって方が科学をやってた理由は、もう生物も触れられるし、そうね、セントラルサイエンスって言われてるぐらいで、やっぱり科学やってるといろいろ見えますね、うん、確かに、ね、それでやってたって言ってましたけど、まあでも一番はこう好奇心かな、なんかもうやりたくて、お金とかじゃなくて、うん、とにかく多科目一生懸命やりたかったっていうのが第一のモチベーション、うん、てか、まあ、まあ、頭がおかしいんだよねそこでなぜでも科学を結局選んだんですか。いや、科学が一番差が出るというか、うんうん、テクニックがいる。ああ、そうなんですね。なるほど。まあそれもあるんだけど、やっぱり教え方に王道がないんですよ、科学って。ほうほうほう。で、王道の例えば物理だったら力学だったら微積を、まあ、使いまくるっていうのが、うん、まあ、おそらく王道なんだけど、まあ、僕も結構使ってたんですけど、うん、その王道がないんですよ。へえ。そうだから、もう科学はもう人によっても教え方がこんな違うんで。へえ。で、もうぐっちゃぐちゃ。はあ、はあ、物理や数学みたいにかっこよくないですよね。そうなんですね。覚える量が少なくて、はあはあ、論理的で、うんうん、かっこいいんですよ、男の憧れ。あ、なるほど。そう、数学と物理は、うん、男の子はみんな好きで、うん、僕もだから宇宙物理学がやりたくて、はい、もう将来は宇宙物理学者だって言って、うん、で散々周りにも言ってたら友達のお父さんから怒られてそんなんで食えると思ってんのか。そう、早稲田の理工出たお父さんに、はい、いつまでもそんなこと言ってんじゃないって。そうだったんですね。確かに、でも宇宙物理学やってね、うん、そう、トップに行ければいいけど、うん、食えんのかな。確かに。そうだから自分がだんだん高校になってきて、何が得意んだっていう時に、もう複雑な科学って複雑なんですよ、うん、だからどういう場合なんですか。物理の勉強っていうのは蕎麦を極めるとか、料理でいうと、なるほど、だから蕎麦職人と数学もそうね、うん、ああいう感じなのね。もう蕎麦をとにかくうまい蕎麦を打つみたいな。科学っていうのはもう何でもあり、へ、うん、こうぐちゃ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 あるものを全部こう整理もしなきゃいけない作業が大変なんですよ、うんうん、ぐちゃ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 してる。だから歴史と近いですよ、僕が思うのは。そうなんですね。僕授業でそう言ってんだけど、だから世界史の佐藤先生も世界史のことそんなにずっと勉強して、うん、そんなに知ってて、しかも世界行っててすごいようだよねって思って、自分思ったら自分はこっちのサイエンスの世界でやっぱりぐちゃぐちゃしてるんですよ、うんうんうん、だからもう世界史ばりにぐちゃぐちゃしてるから、だからそこを説明する、だからもうちょうど佐藤先生が民族紛争とかを説明するように、それうまく説明するの難しいじゃないですか、ね、それと同じなんでね。だから王道がないんですよ、うん、こう説明すればわかるみたいな、だから、まあ、それをいかにわかりやすく、うん、ゼミに入ったのはどういうきっかけで入ったんですか。ヨゼミは中学部が昔あって、はいはい、佐藤先生も実は中学部だった、ね、中学部ですね、だから佐藤先生とは付き合い長すぎだよね、はい、気持ち悪いぐらい長い。そうなんだねあの人も中学部行って、で中学部に佐藤先生がいて、その時はほとんど話しなかった。お、で僕も忙しかったんだけど、うん、でそこに入って中学部で数学を教えてたんですよ。おいおいおい。でそれがヨゼミを知ったきっかけ、うん、でヨゼミはね、もう他の予備校と結構中規模の予備校も行ってたけど、うん、全然
全然厳しい。そう、ね、厳しくて、はい、あ、あ、僕は就職してますね。一回そうなんですね。そう、僕就職してんの。で、大学院の時に入って、うん、一応学生ですよっていう入ってんのに、あんたプロでしょと、うん、もうプロ扱いで、うん、冬季講習も6コマとか入れられて、うん、いや、いつ俺実験すりゃいいんだよみたいな。なるほど。で、夜中に大学行って実験してたね。もう本当にプロ扱いで、もうできないやつは死ねぐらいな、きつかったんで、でもそれが心地よかったですね。まあ、別にド M ってわけじゃないんだけど、うん、実力で、ね、うんうん、測ってくれる、はい、だからもうユークリッド幾何とかをもう本当にちゃんと勉強しなきゃいけないんだなって、うん、いや別に数学こんなにやんなきゃいけないのってぐらい頑張りましたよ、うんうん、その時数学なんですか科学。あ、数学、数学の先生だからたまにその時数学受けた人が今先生で、いや亀だって数学の先生がいるから会いに行けとかつってで会いに行く。この間そんな人いました。でも何学だ俺は科学だけどね。だけど本当でもそんなのがあって、一回それで就職するんですよ。で就職して外資系で、いいのこれ。あ、いや、いても大丈夫よ。ああ、もう今やすごい一番アクセンチュアに入ってバリバリやってて、なんか合ってましたね、プレゼンとかね、はいはい、発表するのは好きだったから、ね、合ってたんですけどね、はい、まあ、それである時そのプロジェクトで名古屋行った時に、残業して帰る時にヨゼミの寮のヨゼミっていうめちゃくちゃでかい看板があって、ものすごい巨大な看板があったんですよ、はいはいはい、それを毎日毎日見て帰ってたらヨゼミのいい時代思い出しちゃってね、はいはいはい、今もいいんだけども、しかも給料もいいし、はい、そうですね、文句ないんですけど、うん、アクセンチュアだけど、あの業界にもう一回入るかって。おそれね、その看板を見て頭おかしくなったね、うんうん、なんかの電磁波が出てるのかもしれないねそれで戻ってきた。その時は科学で、だそれまた中学部に、中学部に、はい、でその時に僕数学だと思われてるから、いや実は科学なんですよって言って、はいはい、そう、まあ、科学を将来的にやろうって思って戻ってきたんで、うん、まあ、戻ってくるからにはトップ取ろうと思って。おお、なるほど、うん、じゃないとだって食い口がないと思ってたんですよ、うんうんうん、一応経営コンサルタントの会社なんで。そうですね、もうみんな当たってましたね、皆さん言ってること、うん、もう映像授業はほとんど当時なかったのに、はいはい、ほとんど映像授業になるよ、だからトップの先生しかいらなくなるって言われてたんで。なるほどなるほど、はい、だからもうトップじゃないと僕は引っ張れるんで、うんうん、もうトップだけ狙おうと。うわーすごい、うん、だけどそれで戻ってきて中学部からまた、でも一応数学も教えてくれてるんで、お、両方やって数学と理科でも中学生だから理科やって。で局長が2年やったら俺が推薦しやるとか言って、おー、なるほど、任せろ亀だって言われて、はいはいはい、お願いしますって言って、でやったら推薦制度がなくなっちゃって。あ、そうだ、推薦制度なんか途中でなくなったってなくなって僕その年、はいはいはい、でなくなって俺で呼び出されて、サメちゃんすまんけど推薦制度がなくなったんでちゃんと試験を受けてくれてで試験受けて、それが、まあ、たまたまでしょうけど点数が良くて、それで結構理事長面接の時に、あなた点数がいいからほとんど満点なんで何でもできるねとかって言われて、それで受験科に入れて、でそれでまあ講座も早くからたくさん任されたんで、パフォーマンスだけじゃないんですよいやいやいや、まあお笑いっちゃお笑い系なん で理系の先生は結構地味な先生が多いから、はい、僕はもう違うのよ、多分佐藤ちゃんも違うおかしいんだと思うけど僕は思うのは理系の先生が静かで、それでみんな楽しくないって思われるのは嫌だから、やれることは全部やろう、声もでかくするし元からでかいのにでかくしてもう何でもやりましたよ。だから服とかも当時から予備校の先生は派手だって言われて、今日はねシックで来たんですけど、派手でしたね。そう、かっこいい服を着ようって思ったことは一回もないね、うん、なるほど、もうタイでシック買ってそれ作ってた。そうなんですよ、だから途中からもう生地から買って作って、もうなるべく生徒が寝ないように寝る人はいないんだけど、でカラーもいっぱいあって色鉛筆使って、そうそう、色鉛筆、もう色鉛筆も色も全部振るからね、36色いまだに返っていってますから、だからもうそうやって全部できることは全てやろうかな。戦いは大変でした？どうだった？いや戦い大変ですよ、もうだからもうえげつない戦いもありましたけど、まあ結構そうですね、ゆきお先生はねタイミングがすごく良かったって言ってて、重鎮たちがパッと抜けた時に、まあでも いろいろありましたよ戦いはやっぱりいろいろキノコは降ってきましたよ。あらで僕なんかは叩かれやすいんで。そうですよね、目立ってますからね。うもう見てくれがもうそんな派手な服着て、ニャッキのこんなあれもう当時ここにつけてたんだけど、それは持っていけなかったんですよ、超たくさん持って、でニャッキのぬいぐるみをここにつけて、うん、ただのアホじゃないですかだから多分もう入ってきた人はみんなあのバカがね、どうせお笑いだろう、実力はねえだろあのバカって思われてて、うん、
面白いですよね。だからそれで思われるのは慣れてるんで、もともと理系と思われることが少なかったんで。確かに。もうだから僕がもう習ってた頃も当然トップでもボーンといて、であとは岡島先生、あ、岡島先生、はい、がいてて、で横に生物が中島先生、中島先生、中島先生で、物理に為近先生、為近先生、はい、っていう感じで、やっぱり一人だけすごい並べても、そうだよね、真面目な方ですもんね、為近先生もね、漆原先生もそうだし、物理、やっぱり物理とかすごく真面目な先生が多いよね。だからその中ではやっぱり荻野さんは ね、やっぱり目立ってましたよね。もう風亭からもうね、紫のスーツです。荻野さんに一回服、白いズボンがどこでも売ってなくなっちゃった時に荻野さんに聞きに行きましたもん。え、白いズボンはどこで買ってんですかって言って静かなるドンみたいな、そりゃ岡島市のここ行ったところに売ってんだよとかつって、そんなところに売ってんですかみたいな、行ってみろよとかって言われて、行ったら確かに売ってて、さすが荻野さんとか思って、今まで白いズボン5本ぐらい買ってヨゼミ何年目ぐらいでこうトップに出れたんですか。あ、それはね早かったですよ。それは実は2年目すごっすごっ、映像のやつ始まってるんだ。そう、あ、TV ネット99とか98のあたりですよね。縦ラインが多チャンネル化して、はい、縦ラインの映像増やすって時にダダダって僕の講座が選ばれて、でも当時は本当に戦いすごくて、最初数名で始まった講座が最後いっぱいになったりするんですよ。あ、だからすごいですよね。同じ時間にね、同じ授業を、ね、それぐらい生徒は自分が損したくないから、一生懸命いい先生どこにいるんだどこにいるんだってやってて、センター科学とかでも、はい、そう、はい、最初なんか人気ないのに、うん、もう夏なんかとぐるまいてね、生徒がいたりして、いや面白いですよね。見える感じでしたね、うんうん、だからそれですぐトップになって、でもねすぐトップになって、それは生徒にも当時よく言ってたんだけど、すぐトップになってイエーイっていう時間はないですね。だってそんなの、ね、明日は我が身じゃないですか。はいはい、そうですね。下から来る可能性ある、ね、下からどんどん来るかもしれないでしょ。だからそいつなくてぶち殺すわけにいかないんだからお前ら来んなとか言えないそんな卑怯なことはできないんで、もうこっちは正攻法で一生懸命頑張るしかない。なるほど、うん、だから実力をつけ、もともと化学や物理やなんかの勉強好きだったけども、うん、もっと勉強してもっともっとって、あと自分がもう教え方にさっき王道がないって言った通り、教え方も本当はこうした方がいいっていうのにどんどんこう近づけるんですよ。だからもう年単位で変えてましたね。へえ、そうだったんですね。そうなんです、そうなんです。だから昔と全然違いますよ、ネタも。あ、へえ、ね、ネタだけでも昔の方がね、まだまだ超面白いネタたくさん用意してたんだけど、もう僕の科学なんか男と女の物語みたいになってたんですけどね。まあ言っちゃいけないこといっぱい言ってる先生が多かったですからね男と女が出会ってみたいな話ばっかりして、僕土屋先生とか今大丈夫なのかなって思う。土屋さんマジでやばいですよね土屋さんは本当に下ネタのね、うん、オンパレードですからね。僕結構でも下ネタ言わないでそれやってたんですけど、はい、だけど教え方自体がどん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 こう変わってきて、聞いてる生徒じゃなきゃ分かんないんだけど、ブレンステッドの定義みたいなのを高校ではあんまりやらないんですよ、はい、教えてはいるんだけども、本当はそのブレンステッドの反応っていうのはすごい重要 で、はい、でそれを計算問題もしっかりなんだけど、どん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 本当の科学のやり方の方が全然楽なんで、本当に楽なんですよ。だからそういうことって他の科目にないかなって、うんうんうん、こっちでやったらこんな簡単なんだよみたいな、うんうん、科学のね今聞いてる人だと、あと昔の思い出で干渉溶液って、はい、今干渉液って言ってるんだけど、干渉溶液ってすっごい難しい問題だってみんな思ってるんだけど、うんうん、僕の生徒だけは笑いながら解いてますからね。干渉溶液出ないかなみたいな、もうワクワク、干渉溶液出てほしいな、干渉溶液 で出たらイエーイみたいな感じだってもう秒で解いたりしますから、うん、教え方がやっぱり一番差が出ますよ、それはね。またちょっと最初の話になっちゃうけど、まあ真面目なとこもあるけど、まあ結局でもお笑い系ですからね。過去のね教え子の人たちは今目わーってなってると思いますけど、そうそうそう、まあまだ生きてたんだみたいな感じだよねなんか血だからね、別にちょっと年取ったからそんなに下がるってわけでもないんだよね。今の方が抑えてて、あ、だいぶ生徒がおとなしくなってるんで、はい、あんまり脅かしちゃいけないな、はい、すごいテンションの高い先生がやっぱ多かったですからね。そう、そう、元からもうテンションが高いんで、もうちょっと出したいなって、本当にたまにね生徒が喜んでると絶叫したりしてねよく職員に言われますよ、あなたあの13回で授業やってるのに1回に声が聞こえるとか言われてね何現象ドア開けてると聞こえるらしくてそう、亀ちゃんの声が聞こえたみたいなね。ね、今 YouTube チャンネルもやってらっしゃいますね。やってる、カメちゃん、はい、科学を面白チャンネルやってます、はい、もうこの間聞いたらサトちゃんにフォロワーも抜かれちゃったし、これで伸びるかもしれないですから、たまに見てください、はい、でも一生懸命真面目に今歌作ってて、もう森哲さんは素晴らしいんでね、なんか相談してたんですけど、さっき
もぜひ控室で。ぜひね、見てください、皆さん。科学撮ってる方はぜひとも。はい、歌を作ってます、今。結構面白いですよ。そうなんです。ぜひ見てください、科学勉強してる方は。どうもどうも、はい。学び直しとしてもね、ぜひ見ていただければと思いますんで。本当に。はい。なんで、今回は亀田先生においでいただきました。ありがとうございました。ありがとうございます。